春はアメリカ海軍の駆逐艦。ファラガット級駆逐艦の一隻。艦名は米英戦争や第一次ワーバリ戦争で活躍したアイザック・ハル大将にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。春はブルックリン海軍交渉で1933年3月7日に寄港し、1934年1月31日にパトリシア・ルーズ・プラット夫人によって浸水。 艦長、RS ウェントワース中佐の指揮下1935年1月11日に収益する。収益後は、アゾレス諸島、ポルトガル及びイギリス方面に成長のための巡航を行い、1935年10月19日にサンディエゴに到着。以降は、太平洋艦隊の一員として、サンディエゴを拠点に戦術演習や訓練を行った。 1936年夏にはアラスカ方面を行動し、1937年4月にはハワイ方面での艦隊演習に加わる。世界情勢が緊迫する中、春はしばしば太平洋方面で空母ナオエカ任務を務め、1939年10月12日に母校が真珠湾に変更になった後も従前の任務を継続した。 1941年12月7日の真珠湾攻撃の際、春は駆逐艦母艦土瓶に横付けして修理中であったが、対空砲火で応戦した。攻撃は戦艦に対するものが主体だったため春は被害を受けず、翌日には真珠湾攻撃前から外洋で行動中だった空母エンタープライズの出迎えのため、真珠湾を出港した。1942年に入ると春は、 ウィルソン・ブラウン中将率いる第11任務部隊に編入され、空母歴シントンの名追を務める。ソロモン諸島方面に進撃した日本軍を攻撃する第11任務部隊と共に行動し、3月26日に新珠湾に帰島。以降3ヶ月間は新珠湾とサンフランシスコ間で護衛任務につき5月の産後海改正や6月のミッドウェー海戦には、 不参加だった春は南方からの反撃のためフィジーに進出し7月26日にソロモンの戦場に向けて出撃8月7日から8日にかけてのがダルカナル島上陸作戦では艦砲射撃と対戦警戒に当たった次の日には日本機の空襲を受けたものの春は対空砲火でそのうちの何機かを撃墜したこの空襲で 兵員輸送艦ジョージ F エリオットが、被弾炎上して維持が困難となり、春がその処分に当たった。8月9日には、ガダルカナル島沿岸でスクーナーを撃ち沈め、夕方にエスピリットサント島に向かった。戦いの行く末が定かでなかった、数週間の間、春は、ガダルカナル島向けの輸送船団護衛を3度行い、9月9日と14日には、攻撃を受けたものの、 被害はなかった。春は10月20日に新珠湾に帰島し、1942年の残りの期間は戦艦コロラドとともにニューヘブリディーズ諸島近海で行動した。1943年1月29日、春は修理のためサンフランシスコに開港され、2月7日に到着。修理完了後、春はアラスカ方面に向かい、4月16日にアダックに、 到着。以後、アリシューシャン方面で戦艦及び巡洋艦との合同演習を行った。5月のアッツ島の戦いの参加し、7月から8月にかけてはキスカ島への艦砲射撃に加わった。8月15日にはキスカ島上陸の固定時作戦に参加したが、日本軍はすでに撤退した後だった。アリューシャン方面の作戦が一段落すると、 春は9月26日に真珠湾に帰島した。3日後、春は、ウェイク島攻撃のため出撃し、アルフレッド・イーモント・ゴメリー少将の第14任務部隊の一貫として10月のウェイク島攻撃に参加した。この攻撃は、真の攻撃目標である、ギルバート諸島から目をそらすために行われ、本番のガルバニック作戦では11月20日に、マキン島を砲撃し、 輸送船団を護衛して12月7日に新珠湾に帰島した。この後、春は水陸両用船の訓練のためオークランドに向かい、12月21日に到着した。1944年1月13日、春は第53任務部隊に加わってサンディエゴを出撃し、マーシャル諸島に向かう。1月31日からのクエゼリンの戦いでは、 ナオエ任務につき、ついでエニウェトクの戦いやマジュロでの紹介にも加わった。戦艦や空母任務部隊とも行動を共にして、3月18日にはミリ艦渉に対して壊滅的な艦砲射撃を実施し、3月22日にもウォッチェ干に対して艦砲射撃を行った。23日、春は駆逐艦、春税パウェル、護衛駆逐艦、マンラブ、 クセン PC-1135 と共に対戦部隊を組み E32 の迎撃に向かった。24日0 4ヨ2にマンラブのレーダーが5マイル先で浮上構想中の E32 を探知。3000ヤードの距離まで接近したところ相手は急速先行していった。その後すぐに先行中の E32 をソナー探知。最初にハルゼー・パウエルが 爆雷攻撃で爆雷をすべて消費した。続けて、マンラブがヘッジホックと爆雷による攻撃を行い、PC-1135 もマウストラップを使用して攻撃に参加した。その結果、E32 を撃沈した。4月29日から30日には、トラック諸島再攻撃を支援し、5月4日にマジュロに寄討した。マリアナ諸島進撃を控え、春は、 ウィリス・エイリー少将の戦艦部隊に加わり、サイパン島上陸作戦では6月13日に総海底の援護で砲撃を行い、6月15日の上陸作戦当日には洋上で紹介を行った。2日後、春はマーク・ミッチャー中将の第58任務部隊の援護に回り、第58.2任務軍の一艦として6月19日のマリアナ沖海戦を戦い、 日本機の空襲を撃退した。また、味方の操縦士を救助した。7月からのグアムの戦いにも、空母任務部隊の援護で参加して、7月21日からは、グアム近海での紹介任務に就いた。その後、8月に戦場を離れて8月25日に、シアトルに到着。修理の後、10月23日に出港して、真珠湾に向かった。 戦線に戻った春は第3艦隊に迎え入れられる。11月20日に真珠湾を出港し、ウルシー艦渉に到着後、補給支援担当の第30.8任務軍を護衛することとなった。12月10日、第38任務部隊はミンドロ島の戦いの支援のためウルシーを出撃し、春も両艦エールウィン・ドゥーイ及びモナハンと共に第30.8任務軍の護衛で、 ウルシーを出撃した。第38任務部隊の洋上燃料補給は12月17日に予定されていたが、その当日からコブラ台風の中に入り始め、12月18日にかけて大きく翻弄されることとなった。大艦隊が90ノットを超える暴風と低気圧の中をさまよう結果となり、その中で春は進路を140度にするよう命じられたが、 暴風はついに100ノットを超えるに至った。春は17日までに官邸宛の郵便物の大半を配達していたが、8袋の郵便物が残っていた。12月18日11時の時点で、春は鉄あるいは山のような高波に翻弄され、80度、内視100度に震度を固定したものの、ホエールボートと爆雷が流出した。傾斜は70度を記録し、海水が 操舵室に流れ込み始めた上に暴風が春の池足を止めた。十分な工転対策をとっていたとはいえ激しい波風の前には無力であり、春のマークス艦長は次のように証言した。春の上部構造物は80度にまで傾斜した。私は海水が環境に流れ込むまで頑張っていたが、体感後に春を見てみると海上で大きく揺さぶられていた。 海水を注入すれば70度以上の傾斜から逃れた可能性もあったが乗組員は規定通りのバラストを搭載しているから大丈夫だろうと高をくくっている節があった。やがて海水流入が限度に達し春は85度から90度以上の傾斜を記録して横転し沈没していった。護衛駆逐艦タッパーラーなどの艦艇及び航空機は大規模な捜索を行い マークス艦長イカシ艦7名を含む68名の乗組員を救助した。救助の内訳は、タッパーラーが41名、護衛駆逐艦ロバート F ・ケラーが13名、駆逐艦コグスウェルが1名、ブラウンが13名であった。艦船が鉄の艦王家になるまでの間に、司令官が安全なコースに着かせる義務があったのではないかという議論が生じたが、 上層部が曖昧な形で議論を終わらせた。コブラ台風の一件は、ハーマンウォークが書いた、ケイン号の反乱の、特にクライマックスの部分にアイデアを与えた。また、副長は、作家、ジャーナリストのグレール・マーカスの父である。春は、第二次世界大戦中の功績により10個の従軍聖賞を受賞した。春沈没事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。